あ、来た来た。お疲れ様でーす。って、四季も来たの出るついでに引き継ぎに来た。<laughs> それはいいけど、あんたなんでスーツすっごい浮いてるけど。これから別件で挨拶周りに行くからな。んー、相変わらずプロデューサーしてんな。お疲れさん。で、わ、もう撮ってる。ちゃおー、奥翼です。見てくれてありがとう。そういえばさっき、 名乗らななかったなえ、何それ嘘名乗ったの俺が初ですかマジで大はともかく、あんたはそれどうなのテロップが出るから大丈夫、なはずだ。二人ともナチュラルすぎでしょう。まあ、いっか。こんな感じのソリッツです。雑な紹介だな。いつも通りでいいってディレクターさんも言ってたし、いいんじゃないまあ,あ、はい。今日はよろしくお願いします。 うーん。んああ、はい。これ、一応、レポートの下書きです。仕事で授業に出られないことが増えてきちゃったんで。うん。最近は、学校来られる日はなるべく来て、授業ない時間に、この図書館でレポート書く感じ。<laughs> 寮にいるとついだらけちゃうんで。前はタブレットを使ってたんですけど、まとめる前のアイディアなんかは、 手を動かした方がはかどるって気づいて、あえて手書きですね。さらっと絵も描けるし、覚え書きもできるし。<laughs> って言っても、実は立夏の影響なんですけどね。立花って、持ってるものにいちいちこだわりがあって、一個一個がいい感じなんですよ。こないだ部屋に行った時なんか、何気なーく古い万年筆で書類書いてて、それがすげえかっこよかったんで、ちょっと、真似 メンバーとは一緒に住んでるし、しょっちゅう一緒にいるから影響されますね。あ、ダイとはソリッツ関係なしに付き合いが長いけど、趣味とかは全然。うん、似てないなでも見てて楽しい。一緒にいて楽で、弟みたいな感じ。うん、仲いいですよ。俺あいつのお母さんとも仲いいし。家族ぐるみの付き合いです。 だけどまさか一緒にアイドルやるとは思わなかったな。ま、俺が引っ張り込んだんですけどね。<laughs> そうそう。きっかけはすごい偶然で。もうね、とにかく四季の印象が最悪。だって初対面の相手に、今まで何してたどうしてさっさと俺の前に現れなかったとか普通言わないっすよね。やばいのに捕まったって思いました。今だと通常運転だって知ってるけど。 だけど、音楽はすっごいいいんだよな。悔しいけど。とりあえずなんか面白いことできそうだってのは分かったし、どうせなら全力で楽しみたいと思って、大と一緒ならやるって脅したんです。あ、そろそろ混む時間かな。はい。じゃあ、ちょっと散歩して頭切り替えてから事務所寄ります。 やっぱ、カメラがあると見られますね。んいや、全然。個人的には声をかけられても嫌じゃないですよ。ソリッツの翼さんですよねとか言われると、お、すげえ、ありがとうって、内心テンション上がります。大人の対応するけど。できてるかな <laughs> まあ、してるつもりです。素のノリで行くと軽いとか軽率だって怒られるんでね。うちの怖いプロデューサーに。 ああ恋愛はしたいですね恋愛してると輝ける感じがするというか世界がキラキラする感じでも四季じゃないけど今は仕事が恋人いやそれもちょっと違うかうんファンの子みんなに全力で恋してるってのが一番近いかな好きって気持ちってすごく強いじゃないですか これしかいらないって本気で思える。それぐらいの覚悟がないと、みんながぶつけてくれる本気の熱に応えられないと思うし、俺を本気で求めてくれる人には、本気で返したい。お、あ、確かに、俺自身の恋愛もそうだな。ひたむきな情熱に心を打たれる、みたいなとこ、あると思います。あ、俺がちょっかい出すのももちろん好きだけどね。 ちょっといいなーって人から好き好き言われたら、それだけでその気になっちゃうっていうか、ちょろいとこあります。男の子なんで。あれ翼おリッ花じゃん。びっくりした。事務所で落ち合う手はずだったのにね。ねえ、こんなところでばったり会っちゃった。道端でばったりって、ある意味俺たちらしい。ほんとだね。あ、じゃあどうせだし。 ここでバトンタッチしよっか。というわけで、ここまでお付き合いありがとうございました。みんながこれを聞いてる頃は、ロミオとジュリエット、フォローユアハートのアルバムが発売になってると思うけど、楽しんでくれてる感想とか、よかったら事務所宛に送ってください。またどこかで会おうね。奥井翼でした。またね。バイバイ。そっか。そうやって締めればいいんだ。見られてよかった。 みんな好き勝手にやってるから気にしないでいいと思うよ。他二人は名前すら名乗ってないみたいだから。えあ、そうなの緊張しちゃったのかな。式はよくわかんないけど、イちゃんはテンパってたんじゃないそれよりりカ、仕事は終わったよ。時間が少し早かったから、ちょっとこの辺をブラブラしてから事務所へ寄ろうと思ってた。そうなんだ。うん。 どうせなら事務所よりこのまま外で撮ったら殺風景な事務所より外の方が入るだろえあ、でも。いきなり変更して大丈夫ですか服のサンプル広げてるのも立派らしいっちゃらしいけど、ウィンドウショッピングしてるとこの方が見た目的にも楽しそうで良くないですか仕事風景なら昨日式の散らかった部屋を映してたし。スタッフさんに迷惑がかからないようなら、俺はどちらでも。 はいそれじゃよろしくお願いしますよしおっリッカの持ってるそれ美味しそうああこれ向こうの通りにあるジェラートのお店のカップアイス美味しいよ一口食べる食べるはいうんうまっこれテイクアウトできる <laughs> できるできるあ第台に買っていくの そう,そう頑張る弟に甘いものの差し入れをねじゃあ俺行くわお疲れ様でした